スウェーデン宇宙公社のサウスポイントサテライトステーションスウェーデン宇宙公社はスウェーデンの国営企業、スウェーデン宇宙委員会とともに宇宙関連事業を実施している。リモートセンシング事業について可能性の検討、実利用、システム技術、研究開発を含む技術面の実施主体となるため、1972年に政府出資による特殊会社として発足した。 SSC は人工衛星、観測ロケット、宇宙サブシステム、微小重力研究用実験装置といった様々なタイプの宇宙システムの設計、開発、試験を行っている。日本の北海道大学などによる研究グループからも微小重力下での単価タン微粒子生成実験をロケットメーザ14で受け負ったことがある。管理部門の下に S レンジ部門。 地球観測部門、テレコム部門、科学システム部門、リモートセンシング部門の5部門が存在し、S レンジ部門以外の各部門はソルナに置かれている。観測ロケット打上げの管理などを行っている S レンジ部門は、子会社でもある SSC サテライトビルドや環境衛星データセンターとともに S レンジ南方約 40km のキルナ近郊に置かれている。近年、 SSC が中心となってきるなに宇宙港を開設する計画が進められている。ありがとうございます。